皆さんどうもこんにちは。本ようやくチャンネルのたけみです。今回は佐藤達夫さんが書かれた外食もお酒もやめたくない人のせめてこれだけ食事術をご紹介していきたいと思います。この動画で良かったなぁと思っていただきましたら概要欄のリンクからぜひ一度本書を手に取っていただけると嬉しいです。それでは早速参りましょう。本日のお品書きは次の通りです。一元でせめてこれだけは守れ。外食で絶対頼んではいけない。 NG メニュー3選について、2件で、コンビニやスーパーで絶対買うべき、最強の総菜と弁当を教えますということについて、3件で、お酒をやめたくない人は必見、飲んでいいから、せめてこれだけは守ってということを解説していきたいと思います。 それでは早速一元のせめてこれだけは守れ外食で絶対頼んではいけない NG メニュー3選から解説をスタートしていきます。さてまず皆さんに最も重要なことをお伝えしておきたいと思います。それは健康というのは目的ではなく手段であるということです。 ですが、目的を達成するためには、健康という手段が絶対に必要です。健康なくして、目的や目標を達成することは絶対にできません。例えば、これを聞いている皆さんの中に、忙しいビジネスパーソンの方がいらっしゃるでしょう。あるいは、子育てに家事に忙しいという方もいらっしゃるでしょう。 そんな人は忙しすぎて自分の健康になかなか気を使う余裕がないかもしれませんが、もしあなたが、 健康という手段を害してしまえば目的である仕事や子育てを達成することはできなくなってしまいます。今や生活習慣がその人の健康状態に大きな影響を与え人生を左右する要素であるということは多くの研究から明らかになっております。つまりあなたがバリバリ働きたいと思う場合であれ何か達成したい目標に向かって頑張りたいと思っている場合であれ何かしらの 目標を達成しようと思ったら、まずその土台にある健康に気を使う必要があるんです。また、何かしらの目的を達成するためだけでなく、私たちが幸せに人生を満喫するためにも、絶対に健康は必要です。あなたが健康かどうかによって、得られる喜びや幸福度は大きく大きく異なります。 いくら仕事ができる人であっても、いくらお金がある人であっても、健康を失ってしまえば何の意味もありません。健康を無視して、目標を達成したり、目的を達成したり、人生を楽しむことはできないんです。とはいえ、 皆さんが忙しいというのも私よくよくわかっています。ですから今回の動画では忙しいあなたのためにせめてこれだけはやってほしいということを厳選してお伝えしていきたいと思っています。まずこれを聞いている多くの人や 特に忙しいビジネスパーソンの方がよく利用しがちな外食から解説していきましょう。外食が健康に悪いというイメージを持っている方も多いと思いますが、たとえ外食であっても外食を健康的にすることもできると著者は本書の中で述べているんです。毎日忙しいあなたは自炊する時間がなく外食に頼る機会も多いと思います。中にはすべての食事を外食で済ませていますという方も いらっしゃるかもしれません。 確かに、自炊をする方が健康的ではあるでしょうが、この忙しすぎる現代において、外食なしで全て自炊で生活するというのは、なかなか難しいというのが現実でしょう。そこで著者は、できるだけ健康的に外食しようということを提案しているんです。外食に偏る食生活というと、量的にも質的にもバランスが悪くて、理想に程遠いと考えている人も少なくありませんが、だからといって、外食が 絶望的に不健康であるというわけでもないんです。というわけで、外食の多いあなたはまず、外食の基本的な特徴を頭に入れておく必要があります。外食の基本的な特徴とは、次の4つです。特徴1、多くの外食店の優先順位は、まず食中毒を出さないことであり、美味しいこと、安いことがそれに続き、最後に健康にいいことが入ってくる。 特徴2、外食が続くと必ずと言っていいほど野菜の摂取量が不足する。 特徴3、値段設定が高い外食店では動物性タンパク質を取り過ぎる傾向にあり、値段の安い外食店では動物性タンパク質が不足する傾向にある。特徴4、外食店の栄養的問題点のトップは食塩の過剰摂取である。さてどうでしょうかどれも言われてみれば、まあ結構納得できる特徴ばかりだと思います。特に特徴の一つ目は重要だと思います。当たり前のことを言いますが、 の外食店の最も優先するべきことはまず食中毒を出さないということにつきます食中毒なんて一旦出してしまったら店そのものが潰れてしまうわけですからまずは何が何でも食中毒は出さないということが最優先されるというわけです例えば 大手の回転寿司チェーン店に行くと寿司のネタから消毒液の匂いがするものが多々あります。これは殺菌量の次亜塩素酸ナトリウムの匂いであります。特に生物なんかは私たち食中毒を起こしやすいですから、食中毒を起こさないように一部の寿司のネタを消毒するということが行われていたりするわけです。 もちろん、消毒されていないものを食べる方が、私たちの健康にとっては良いでしょうが、外食店からすると、とりあえず食中毒だけは出したら困るから、リスクのあるものに関しては、消毒しておきましょうとなるわけなんです。そして、 お次は、いかに繁盛するか、利益を出すということが優先されますので、美味しいこと、安いことが重要視されます。例えば、美味しくするために、化学調味料を添加したり、安く提供するために、品質の悪い材料を使ったりするわけです。そして、 入選順位の最後に、やっと健康に良いということが入ってきます。このように見てみると、そもそも外食店はお客さんの健康など、ほとんど意識していないということがわかるでしょう。というか、そもそも私たち消費者側も食中毒を起こさず、美味しく、 安く外食を楽しみたいと思っている以上、店側も自然とそういったニーズに合わせるしかないんです。さて、ここまで外食の4つの特徴について説明してきました。この特徴をしっかりと理解した上で、私たちは上手に外食と付き合っていくということが求められているわけなんです。そして、外食と上手に付き合っていくためには、外食で絶対に頼んではいけないメニューをあらかじめ知っておくということが極めて重要 になってくるでしょうというわけでこれから外食で絶対頼んではいけないメニューを3つほどご紹介していきます具体的には次の3つです外食で絶対頼んではいけないメニュー1いつも同じメニュー 二、一皿もののメニュー。三、塩分の過剰摂取になるメニュー。では、それぞれ具体的に一つずつ取り上げて解説していきたいと思います。また単に、外食で頼んではいけないメニューはこれですと紹介するだけじゃなく、それに関連した生活に役立つ健康リテラシーも同時に盛り込んで解説しているので、ぜひ最後までお付き合いよろしくお願いいたします。それでは早速一つ目の、外食で絶対頼んではいけないメニュー、いつも同じメニューから 解説していきますさて皆さんは外食する時にいつも同じ店でいつも同じ料理ばかり注文していないでしょうかいつも行きつけのお店に行っていますというあなたは注意が必要ですなぜならば健康的に生きるために私たちはできるだけ多種類の食材を食べる必要があるからです多種類の食材を食べている方が同じ食材を食べ続けるよりも摂取する栄養素の数が増えます から栄養素のバランスが取りりやすすくなります人間には本当に様々な栄養素が必要ですので、いろんなものをバランスよく食べておくということが重要なんです。ですから、外食するときも同じものを続けて食べないということに、ぜひ注意してほしいです。そして、そのための最も簡単な方法は、いつも同じ店に行くのをやめるということであります。 もちろん、いつもの店は、居心地が良くて、ついつい行ってしまうかもしれませんが、そこをぐっとこらえて、馴染みのお店の数を増やすことによって、いろんなバリエーションのものを食べるんです。そして、同じ店に行ったとしても、同じ料理を注文するのは避けましょう。同じ料理が続いてしまうと、全体の栄養バランスが偏ってしまいます。急いでいたり、面倒であったとしても、いつものメニューを注文するんじゃなくて、毎回メニューをし しっかり見て、できるだけ前回食べたものとは違う料理を注文するようにしてほしいです。また、同じメニューを注文しないということだけでなく、料理のジャンルも固定しないということが重要なんです。幸い、日本では世界各国の料理をふんだんに食べることができます。和風はもちろん、中華風や韓国風、洋風、 エスニックなど様々な料理を楽しむことができる素晴らしい環境です。ですから外食をするのならば、こういった風に料理のジャンルをずらしてあげることも重要です。今日は中華、今日は日本食などといった風に、その日の気分でぜひ行くお店を変えてみてほしいと思います。さていかがでしたでしょうかそれではここまでで一つ目の外食で絶対頼んではいけないメニュー、いつもと同じメニューについての解説を終わりにして、 次に行きます。それでは次二つ目の外食で絶対頼んではいけないメニュー、一皿もののメニューについて解説していきたいと思います。さて先ほどいろんな種類のものを食べることが重要であるとお伝えしました。そのために一皿もののメニューを注文するのをぜひ皆さんにはやめていただきたいんです。一皿もののメニューとは例えばカレー、ラーメン、カツ丼、 スパゲティ、チャーハンなどが挙げられます。お吸い物がついているうな丼や漬物がついている牛丼もハンバーガーも一皿ものに含まれます。このように考えてみれば、基本的にお手軽な外食は一皿ものが多いということに気づくでしょう。こういった一皿もののメニューは多種類の食品を食べられない、さらには野菜が少ない、食塩が多いなどといった数々の問題点を持っています。そして一皿もののメニューの逆は、いわ ている定食ものになります。定食物のメニューでは主食主菜。 副菜、汁物、漬物がセットになっております。ぜひ今度から外食するときは、一皿もののメニューではなく、こういった定食もののメニューを積極的に注文してほしいと思います。また、一皿もののメニューの問題点は、あっという間に食べ終わってしまうということであります。栄養的にも好ましくない上に、あっという間に食べ終わってしまうと、満腹感があっても、満足感に乏しい食事となり、ついつい完食などが食べたくなって てしまいます。また。 早食いは短期的な影響だけでなく、健康全般に長期的な影響を及ぼします。研究によると、早食いの人は、ゆっくり食べる人に比べて太りやすいということが分かっております。早食いは、脳が満腹と認識するまでに時間がかかるため、食べ過ぎにつながる可能性があるんです。その結果、必要以上にカロリーを摂取してしまうことになり、太りやすくなってしまうというわけです。また、早食いは、消化不良、腹部、 不満感、胸焼けなどの消化器系のトラブルを引き起こす可能性があるので、やはり一皿もののメニューではなく定食もののメニューを注文することをお勧めします。そして。 定食物のメニューを頼む際にも工夫すべき点があります。定食物が続く場合は、日ごとに主菜を変えて欲しいんです。例えば、肉が主菜の生姜焼き定食、魚が主菜のサバ味噌煮定食などを交互に食べると良いでしょう。あるいは、豆類が主菜の麻婆豆腐定食なども取り入れると良いでしょう。 また、定食ものを頼むときに、ジャンルを変化させるということにも、できればトライしてみてほしいと思います。焼き魚定食、煮魚定食、刺身定食などの和風定食を頼んでみたり、レバニラ定食、餃子定食などの中華風定食を頼んでみるというのもいいでしょう。ちなみに、本書では同じく定食でも、和風定食が最もおすすめされているので、1日のうち2回以上外食されるという方は、そのうちの1回は、 和風定食にしようと著者は述べております。ぜひ参考にしてみてください。さていかがでしたでしょうかそれではここまでで二つ目の外食で絶対に頼んではいけないメニュー、一皿もののメニューについての解説を終わりにして次に行きます。 それでは次3つ目の外食で絶対頼んではいけないメニュー、塩分の過剰摂取になるメニューについて解説していきたいと思います。さて先ほど和風定食をおすすめしたわけですが、和風定食の欠点は、 塩分摂取量が多くなりがちであるということなんです。また、和風定食に限らず、どうしても外食のメニューというのは、塩分の過剰摂取になってしまう傾向があります。ですから、外食する際は、塩分にもぜひとも注意を払ってほしいです。例えば、和風定食を頼むときに、塩分摂取量を減らすための工夫として、一緒についてくる漬物や、佃煮はなるべく残すという方法も良いでしょう。 定食物には、いつも佃煮や漬物がついてきますが、こういったものは塩分が多いですから、できれば残す方が良いと著者は言うんです。また、 汁物にも注意が必要です。汁物は塩分摂取量が多くなってしまいます。とりわけ、汁に食塩がたくさん含まれているので、できれば具の多い汁物を選択するようにしましょう。例えば、おすましよりは豚汁などの具沢山のものをチョイスすると良いんです。また、ラーメンなどの麺類は特に塩分量が多くなっております。ラーメンにライスをつけたくなるのは味が濃く、食塩が多いという何よりの証拠なんです。 麺類は確かに美味しいですが、塩分の過剰摂取につながってしまいますし、麺類は一皿ものの代表的なメニューですから、やはりあまりよろしくありません。ラーメンなどの麺類を仮に頼むにしても、できるだけ頼む頻度を減らし、できるだけ具がたっぷりのものをチョイスし、汁は飲まないようにしてほしいと思います。 また、食卓調味料を使いすぎないということも極めて重要です。外食するときに、醤油やソース、塩、マヨネーズといった調味料がテーブルの上に用意されていることがよくありますよね。ですが、 こういった食卓でかける調味料は必ずまず料理を味見してから不足しているのであればかけるという姿勢を貫いてほしいと思います。皆さんの中には味見もしないで習慣的に調味料をかけている人がいるかもしれませんが、それはぜひやめていただきたいと思います。さてどうでしょうか ここまで外食の注意点や外食で頼んではいけないメニューについて具体的に解説してきました。こういったルールをしっかりと守ることによって自炊ができない忙しいあなたでも健康的に外食を活用することができるのでぜひ少しずつ実行していってほしいと思います。最初のうちはなかなかルールを守るのがめんどくさいと感じるかもしれませんが外食をするたびにああそうだったああそうだったとこう こういったルールを思い出せば自然と身につきできるようになってくるはずであります。それでは一元の内容をこの辺でまとめておきましょう。ポイント1目的や目標を達成するためには健康という手段が絶対に必要であり健康なくして目的や目標を達成することはできない健康をないがしろにして頑張る人が日本人には多くいるがそれでは目的や目標を達成することはできないポイント2 外食をする人はまず、外食の4つの基本的特徴を頭に入れておく必要がある。外食の4つの基本的特徴。特徴1、多くの外食店の優先順位は、まず食中毒を出さないことであり、美味しいこと、安いことがそれに続き、最後に健康にいいことが入ってくる。特徴2、外食が続くと、必ずと言っていいほど野菜の摂取量が不足する。 特徴3。値段設定が高い外食店では動物性タンパク質を取り過ぎる傾向にあり、値段の安い外食店では動物性タンパク質が不足する傾向にある。特徴4。外食店の栄養的問題点のトップは食塩の摂取過剰である。 ポイント3。外食で絶対に頼んではいけないメニューを3つご紹介しました。1つ目はいつもと同じメニューでした。2つ目は一皿もののメニューでした。3つ目は塩分の過剰摂取になるメニューでした。それでは次2件でコンビニやスーパーで絶対に買うべき最強の惣菜と弁当を教えますということを解説していきたいと思います。さて1件では 外食する際のルールーについてお,伝えいたしましたお次は、このところ急激に増えてきているコンビニやスーパーやデパ地下で惣菜を購入し家庭で食べるという食事形態について解説していきたいと思います。レストランなど家庭の外で食べるものは外食と言いますよね。そして家庭で食べる食事を家庭内食事略して内食と言います。そして今流行りの惣菜などを買ってきて家で食べると というのは、この中間に当たるので、中食と呼ばれています。皆さんも、会社帰りに、スーパーやデパ地下で、惣菜を購入して、家で食べていますという人、結構多いのではないでしょうか。というわけで、この2元では、惣菜選びのコツについて、まず皆さんにお伝えしていきましょう。では、まず、中食の代表とも言える、 弁当の選び方から説明しましょう。これを聞いている人の中にも、昼ごはんや夜ごはん用に弁当を購入して、会社や自宅に持ち帰って、それを食べている方結構多いでしょう。特にそういうケースがたびたびあるよという人は、弁当選びにおいて、栄養バランスを考えて、やはり選んでほしいと思うんです。そのためにはやはり、ご飯やパンや麺類といった主食、そして肉類や魚などのメインとなる あるおかずである主菜そして野菜や豆類海藻類キノコ類などのサブとなるおかずである副菜この3つが揃っているかどうかをぜひ購入する際に確認していただきたいと思うんですそして主食についてですが主食の代表は白米ご飯でありますですが栄養的なことをより考慮するのならば主食は 玄米入りや雑穀入りのものをチョイスする方がベターであると著者は言います。ちなみに見た目が玄米や雑穀と似ている主食に炊き込みご飯や五目ご飯や白らし寿司などの味付きご飯がありますよね。あれは結構美味しいですから白ご飯よりはいいのではないかと思って味付きのご飯をチョイスしている方も結構いらっしゃるかもしれませんが味付きご飯と雑穀ご飯や玄米ご飯とでは 栄養素的にかなり異なるんです。玄米や雑穀米は ビタミンやミネラルや食物繊維を白米より多く含んでいるので健康に良いと言えますが、これに対し味付きご飯はこれらが多く含まれているわけではなく、逆に白米よりも食塩を多く含んでいるので注意が必要なんです。特に塩分を気にされている方は味付きご飯よりも白米をチョイスしておいた方が無難だと思われます。また同じような理由で同じく主食であってもパンや麺類には 最初から食塩が含まれているので、やはり注意が必要です。そして、お次は、メインのおかずとなる主菜ですが、主菜は結論から言うと、肉類か魚介類を選ぶようにしてほしいと思います。肉類や魚介類には、タンパク質をはじめとして、必要な栄養素が豊富に含まれているからであります。そして、栄養面から考えると、肉類と魚介類を交互に選ぶのが良いでしょう。 そして、サブのおかずとなる副菜に関しては、結構軽視されている弁当が多いので、できれば、副菜の量が多い弁当を選ぶのが良いと、著者は述べております。さて、いかがでしたでしょうかここまでで、弁当を選ぶ際のポイントについてお伝えしてきました。簡単に復習しておくと、主食、主菜、副菜の3つが揃っているものをまず選びましょう。そして、主食は、玄米や雑穀ご飯を選ぶ、主菜は、肉類や 魚介類を選ぶ。副菜は量が多いものを選ぶということでした。 ではここからは弁当以外の惣菜類の選び方についてもご説明しておきましょうか。これを聞いている人の中には自分は弁当ではなくて惣菜類を何個か購入して家で食べておりますという方もいらっしゃるでしょう。そんな人も弁当と同じように主食と主菜と副菜を意識して購入するようにしてほしいです。人によっては主食ばかり購入してしまったり副菜ばっかり購入してしまう人もいるかもしれませんが が栄養バランスをを整えるためにこの3つをぜひ意識しましまょうおそらく、適当に惣菜をポイポイ買っていると、どれかに偏ってしまうので、しっかりと、この3つが取れているかを確認しながら、購入するようにすれば完璧であります。そして、主食と主菜と副菜が揃っているかどうかをしっかりと確認し、これらがクリアできたら、次に考えたいのは、毎日必ず摂取したい食品を、今日は食べたかどうか のチェックであると著者はは言いますそれはズバリ乳製品と卵であります乳製品と卵をまだ今日は食べていないという人は、ゼガヒでもこれらを買い足してほしいと著者は述べています。確かに100円から200円程度のコストがかかってしまいますが、健康のための必要経費であると考えてほしいです。乳製品や卵の良いところは、 単独で手間暇かけずに摂取できるということでしょう。ゆで卵もチーズもヨーグルトも開催すればそのまま食べることができますし、おやつにもなります。そしてさらに余裕があれば果物やヨーグルトなどのデザートを食べることもとてもおすすめです。栄養的には 野菜不足やタンパク質不足を補うことになり何よりも食事の満足感を高めることができます。一般的に外で購入した惣菜だけで満足感を得ようとすると食べ過ぎてしまうケースが多いです。それを防ぐためにフルーツやヨーグルトなどのデザートを上手に活用してほしいと思います。さて、いかがでしたでしょうか以上のことを常に頭の中に入れておけばコンビニやスーパーやデパ地下で購入する食事が不健康 であるとは決して言えないと著者は言いますおにぎりや菓子パンだけで済ませる中食とはえらい違いになりますのでぜひぜひ参考にされてみてくださいそれでは弁当や惣菜のお話をしたのでついでに残業中に食べていいもの悪いものについてもお話ししていきたいと思います夕食の時間になっても外出であったり仕事の締め切りに間に合わなかったりして残業せざるを得ないケースが皆さん結構あると思いますそ そんな時は、帰宅がかなり遅くなるのを承知で、思い切って夕食を食べてしまうパターンか、食べずに我慢して、仕事を少しでも早く終わらせ、帰宅後にゆっくり夕食を食べるかの判断を迫られます。ですが、健康という観点からすると、この両方のパターンはあまり好ましくありません。例えば、仕事の途中で夕食を食べてしまうと、海底の場合、ラーメンやカレーや牛丼などの、いわゆる、 一皿ものになってしまうことが多いでしょう。こういった一皿物はカロリーが多い割に満足感が低く、かつ、 食べる時間が中途半端なために、その日のうちにもう一度食事をするはめになる可能性が高いです。この寝る前の二度目の夕食が肥満のもとになるし、睡眠の質を低下させるし、さらには翌日の朝食がやたら食べたくなるなどの生活習慣の乱れにつながってしまいます。では食べずに仕事を続け、仕事が終わった後、ゆっくり食べるというパターンはどうでしょうかこちらのパターンも非常によろしくなく、お腹 が空いていて早く帰りたいという焦った気持ちで仕事をしてしまうと作業効率が悪くなってしまうということも推測されますし健康面で見てもあまりよろしくありません残業が終わった後となるとかなり遅い時間になっているはずですがそんな遅い時間に夕食を食べると夕食をとってすぐ寝るはめになります 皆さんにここで絶対に一つ覚えておいてほしいことがあります。それは絶対に夕食は遅い時間に食べるなということです。繰り返しますが遅い時間の夕食は肥満につながり睡眠の質を大きく低下させあなたのパフォーマンスをガタ落ちにしてしまいます。もし寝ても寝ても疲れが取れないと悩んでいるのであれば自分は寝る前に何か食べてしまっていないだろうかということをぜひチェックしてみてほしいと思います。 また今、なかなか寝つくことができないとか、夜中途中で目が覚めてしまうとか、早朝に目が覚めてしまうという何かしらの睡眠のトラブルを抱えている人も、遅い時間に食事をしていないかということをチェックしてみてほしいと思います。 残業などで帰宅が遅くなるときは思い切って夕食を食べてもダメだし帰ってから夕食を食べてもダメだとお伝えしました。それならばどうすれば良いのでしょうか正解を言うと普段夕食を取る時間くらいに軽く何かを食べると良いです。もっと言うと 糖質を少しだけお腹に入れておくというのが正解になります。軽くというところがポイントですので、近くのコンビニで購入できるものか、買い置きできるものに限られます。 具体的には、例えば、おにぎりです。小さめのものを一つよく噛んで、ゆっくりと食べておきましょう。そして次に、著者がおすすめしているのはサンドイッチです。肝心なことは、糖質を少しだけお腹に入れておくということなんです。また、著者が最もおすすめする、残業中の最強食材を一つお伝えしておきましょう。それは、バナナです。バナナは、速やかに血糖値を上げる、単糖類を少量含み、やや時間を 置いて、血糖値を上げる二糖類を適量含み、その後にじっくりと血糖値を上げる多糖類をしっかり含んでいます。脳や体への簡単なカロリー補給源として極めて優れた食品なんです。テニスプレイヤーなどがゲーム中にバナナを食べているのはこのようなきちんとした理由があるんです。机の引き出しやロッカーに常備しておけば簡単に取ることができ、非常におすすめであります。 こうやって残業中に糖質を少しだけお腹に入れておき帰った後本来の食事をすることになるわけですがここで注意点がありますそれは本来の夕食の時残業時に少量の補給をしたということを忘れてはいけないんですそれを忘れて普通の量の夕食を食べてしまうと食べ過ぎになりますすでに主食の役割をするものを軽く食べてあるわけですから帰宅した後の夕食時にはその 分減らすということが重要なんです。それでは、この辺で二元の内容をまとめておきましょう。ポイント1。このところ、コンビニやスーパーやデパ地下で、惣菜を購入して家庭で食べる、中食が急激に増えてきている。中食の代表である、弁当の選び方のコツは次の3つ。コツ1。主食、主菜、副菜の3つが揃っているものを選ぶ。コツ2。主食は、玄米や雑穀ご飯を選ぶ。 コツ3、主菜は肉類や魚介類を選ぶ。副菜は量が多いものを選ぶ。ポイント2、弁当以外に惣菜類をいくつか買って食事を済ませる人も多い。そんな人は何も考えずに買っていると、どれかに偏ってしまうので、弁当と同じように主食。 主菜、副菜の三つをバランスよく買うことが重要である。また、乳製品と卵は毎日食べたいので、まだ食べていないのならば、ゼガヒでも買い足そう。可能なら、食事の満足感を高めるために、果物やヨーグルトなどのデザートも食べると良いだろう。ポイント三。 残業で帰宅がかなり遅くなる時は思い切って夕食を食べてしまうか食べずに我慢して仕事を少しでも早く終わらせ帰宅後にゆっくり夕食を食べるかの判断を迫られるがどちらも良くない正解は糖質を少しだけお腹に入れておくことであるいつも夕食を取る時間帯に会社でおにぎりやサンドイッチそして残業中の最強食材であるバナナを食べておこう それでは次3言でお酒をやめたくない人は必見。飲んでいいからせめてこれだけは守ってということを解説していきたいと思います。さてこれを聞いている人の中にはお酒が結構好きですという方いらっしゃるはずです。そんな人には非常に申し訳ないことを先に述べておきますが健康のことだけを考えるのであればやはりお酒は飲まないに越したことはありません。とはいえ仕事上の付き合いなどで飲まざるを得ない といいうう人もいるでしょうしょお酒を飲むことが唯一の息抜きなんだ、唯一の楽しみなんだという方だっているでしょう。ですから、そんな人のために飲んでもいいからせめてお酒の健康への悪影響をできる限り減らすためにこれだけは守ってほしいということを厳選してお伝えしていきたいと思います。本日紹介したい飲む時に絶対守るべきルールは次の3つです。ルール1、ちゃんぽんはやめる。 ルール2、高いお酒をチョイスし、飲み放題の店には絶対行かない。ルール3、少しなら飲める人こそ、最も危険なので、お酒に最も注意する。ではそれぞれ、具体的に一つずつ取り上げて、わかりやすく解説していきたいと思います。それではまず一つ目の、飲む時に絶対守るべきルール、ちゃんぽんはやめるについて解説していきたいと思います。さて、ちゃんぽんとは、ビール、日本酒、 ワイン、焼酎、ウイスキーなどなど、たくさんの種類のアルコールを次々に飲むことであります。昔の人は、ちゃんぽんをすると悪酔いをするが、一種類ならば悪酔いをしないと言って、ちゃんぽんを避けるようにしていたようです。しかし、この説に科学的な根拠はあまりなく、たとえ一種類のお酒であっても当然のことながら、大量に飲んでしまえば悪酔いしますし、健康にも当然悪いです。ですが、ちゃんぽんは、 飲むたびに口当たりが変わるので飽きずにダラダラと飲み続けることになりがちです。逆に、例えばビールのような一種類だけのお酒をずっと飲んでいるとやがて飽きてきますからそれほど大量には飲めません。つまり、ちゃんぽんをすることによって自然と飲む量が増えることになり、そのため悪い酔いに繋がるということが考えられるんです。お酒を飲む人が最もやってはいけないのは飲み過ぎてしまうということであります。 お酒による健康リスクは飲めば飲むほどどんどん上昇していきますから、ぜひ皆さんには絶対に飲みすぎだけには注意してほしいと思います。そして飲みすぎの原因となるのがちゃんぽんですから、ちゃんぽんもぜひ避けるようによろしくお願いいたします。さていかがでしたでしょうかそれではここまでで一つ目の飲むときに絶対守るべきルール、ちゃんぽんはやめるについての解説を終わりにし、次に行きます。 それでは次二つ目の飲む時に絶対守るべきルール高いお酒をチョイスし飲み放題の店には絶対行かないについて解説していきたいと思いますさてお次に強調したいのはできれば高いお酒をチョイスしてほしいということなんです安いお酒を大量に飲むのは学生に任せてビジネスパーソンやある程度の年齢以上の方はある程度以上の価格のお酒を適量飲むということをお勧めしたいと 思います例えば安い飲み物の代表は、 甘めのサワーや缶中杯などであります。こういったものは糖分や香料のおかげで口当たりが良いし財布もあまり痛みませんからついついどんどん飲んでしまう羽目になります。逆に高いお酒とは高めのワインや高級日本酒であります。こういったものをチビチビと飲めば体にもお財布にも優しいでしょう。また安い値段のお酒は様々な理由で健康に良くないということもわかっています。まず安い値段の お酒は一般的に品質の良い原材料が少ないため健康に悪影響を及ぼす可能性があり健康に害を及ぼす可能性のある添加物や化学物質が含まれている可能性があるということも分かっています一方で高いお酒はより高品質の原料を使用している傾向があり化学物質の含有量が少ないため健康上の問題を引き起こす可能性が低くなる傾向にあるんですまあねこんなこと ははいいいいちちち言われれななくててもちょっと考えてみれば当たりり前でですすよね安いには安にの理由があるんですお酒の概要、できるだけ減らすためにも、できれば、高い酒の方を選んでみてほしいと思います。そして、安いお酒を避けるということに加え、もう一つ、飲み放題の店も避けるようにしてほしいです。当然のことながら、飲み放題で提供されるようなお酒は、品質の悪いものばかりです。さらに、飲み放題の店では、 それほど飲まない人でああっててもなぜかついついいい飲みすぎてしままううという傾向にあります人間はまる放題という言葉に弱いんですね。もちろん、仕事の宴会などでは飲み放題の店になってしまうことが多いですから、それは仕方がありませんが、プライベートで飲むときは飲み放題の店は絶対にやめるようにしましょう。 さて、いかがでしたでしょうかそれではここまでで二つ目の、飲む時に絶対守るべきルール。高いお酒をチョイスし、飲み放題の店には絶対に行かないについての解説を終わりにして、次に行きます。それでは次三つ目の、飲む時に絶対守るべきルール。少しなら飲める人こそ、最も危険なので、お酒に最も注意するについて解説していきたいと思います。さて、 お酒に対する強さは人によって違いますよね。これはほぼ遺伝で決定されており、もう生まれつきのものですから正直どうしようもありません。具体的に言うと、世の中にはお酒にすごく強い人、そこそこ強い人、極めて弱い人の3種類の人たちがいます。一見すると、お酒に極めて弱い人、 つまり、ほとんど飲めない人が一番危ないと思われるかもしれませんが、この人は自分も周囲も酒が全く飲めないということを分かっているので、実はそれほど大問題には至らないことが多いです。周りもまあ、あの人は全然飲めないからということで、あまり強要しないことも多いでしょう。問題はそこそこ飲める、少しなら飲める人であります。周囲の人も自分も少しは飲めると思っているので、どうしてもお酒を飲む 回数が多くなってしまいますまた飲み会などでは少し飲めるが故に飲むことを強要されてしまうケースも多々あるかもしれません正直ね上司などに飲めよなどと言われてしまったらなかなか断れない人が多いのではないでしょうかしかし少しは飲める人というのはお酒を処理する能力が弱いので長期間にわたってお酒の悪影響を受けてしまうんですお酒による悪影響は顔が真っ赤になったり鼓動が激しく なったり眠くなったり、吐き気がしたり、肝心な場面で集体をさらしてしまうという目に見える状態だけではありません。 飲酒によって肝臓に非常に大きな負担がかかりますし、飲酒によって発言性が疑われるという報告もあります。ですから、お酒に弱いけど、多少なら飲める人には、鍛えれば強くなるとか、酒は百薬の腸などと言って、飲酒を進めることは絶対にやめてほしいですし、ご自身もぜひぜひ飲みすぎには、最新の注意を払ってほしいと思います。そして、たとえお酒に強い人であっても、お酒を飲むたびに、肝臓は相当 を酷使されているということを絶対に忘れてはいけません自分は強いからといってガバガバお酒を飲んでいると肝臓を痛めてしまうことにもなりかねませんのでぜひとも注意してほしいですそれでは3件の内容をこの辺でまとめておきましょう飲むときに絶対守るべき3つのルールをご紹介しましたルール1はちゃんぽんはやめることでした ルール2は、高いお酒をチョイスし、飲み放題の店には絶対行かないということでした。ルール3は、少しなら飲める人こそ、最も危険なので、お酒に最も注意するということでした。本日は以上です。また、このチャンネルでは投稿できないような、濃い内容の書籍、そして、情報を徹底的にリサーチし配信する、新しいチャンネルを始めましたので、概要欄からぜひぜひ遊びに来てください。それでは、さようなら。